どうも肉まんです。今回コストコで買ってきた商品のご紹介をしていきたいと思います。いよいよ来週に新店舗2つの倉庫店オープンが迫ってきました。東近江倉庫店に関してはオープン日が変更になったみたいです。8月22日オープン予定だったのが23日に変更されてるみたいです。沖縄は24日オープン。オープン日数日間はオープン記念セールの特別割引をやってるので、ぜひお近くの方は混雑が予想されると思うんですが行ってみてください。今回新商品情報に出てたアモングアースのぬいぐるみ、触り心地だったり大きさ次第で購入したいなと思ってたんですが販売されてなかったです。まだ入荷されてないのかな。まずは気になった商品からご紹介します。アイリス大山充電式サイクロンスティッククリーナー、お値段が 22,800 円でした。こちらの商品人気商品なのか、棚に陳列されてたのが結構スカスカな状態でした。見た目スタイリッシュでいいですね。あとはボダムビストロコーヒーグラインダー、お値段が 6,780 円でした。私はコーヒーのグラインダー持ってないんですが、いつもコーヒーの粉買われてる方にはこういう機会も良さそうです。私は今コーヒーカプセルを使ってるんですが、それを使ってなかったらこういうグラインダーも香り高く飲めていいのかもしれないです。見た目もおしゃれで可愛いですね。ちなみにこのコーヒーグラインダー調べてみると定価 13,200 円みたいです。半額近くで買えてお安い。あとはデュラレックスピカルディタンブラー 250ml 6個入り、お値段が 1,898 円でした。マルチカラーアソートということで6色の色が入ってます。デュラレックスさんの商品というと特徴的には衝撃や温度変化に強く、割れても破片が丸くなるので怪我をしにくいというのが特徴みたいです。店頭に見本が出されてたんですが色合いはこんな感じです。人気なメーカーさんですよね。あとはテラコッタディナーウェア6点セット、お値段が3,398 円でした。中に入ってるのはプレート M サイズ L サイズディナーボール各2枚ずつ入ってます。そして色はこんな感じの2色が販売されてました。こちらの商品も見本が出ててすごく使いやすそうな重さでした。軽すぎず重すぎずサイズ感もちょうど良かったです。色合いはグレーっぽい色の方が私好みなので割引してたら狙いたい商品です。料理が映えそう。あとはミシュラン充電式ポータブル空気入れ、お値段が5,980円でした。車、自転車、ボールといろいろなものに使えるみたいです。これを1個持っておけばマルチに活躍してくれそうです。あとは今週行ったらハロウィンシーズンのものがちらほら入荷がありました。スタックドハロウィングリーター、お値段が7,480円でした。高さが約61センチと結構大きさのある置物で見た目が本当に可愛らしいです。ハロウィンシーズンの置物って結構毎年同じものが多かったりするんですが、これは見たことない商品。あとはハロウィンリース、お値段が3,298円でした。直径約61センチとかなり大きめなリースです。よくクリスマスバージョンも販売されてますね。今回はハロウィンなのでかぼちゃがいっぱい。あとはディズニーハロウィンパーティーハウス、お値段が 16,398 円でした。高さが約30センチ、クリスマスバージョンの時に人気商品なディズニーシリーズからハロウィンバージョンが登場してました。こちらも音楽が収録されてて LED の光になってます。光も本当に綺麗で見た目も可愛いです。ディズニーの中で一番ハロウィンシーズンが好きなのでこれは惹かれちゃいました。あとは桃 5kg、 お値段が4,980円でした。特別価格と書かれてて元値は5,980円みたいです。立派な桃が16個入ってます。あとはアンデデニッシュブレッド3種、お値段が1,380円でした。中に入ってる味はプレーン、メープル、ショコラーデ、この3種類が入ってます。京都生まれのデニッシュ食パン、
もうパッケージがとってもおしゃれで美味しそうに見えました。それぞれの味が1個ずつ入ったものが1袋になってそうです。パッケージから美味しそうなので手に取られてる方多かったです。あとはミニオリーバー、バルサミックビレグレット 14ml 50個入り、お値段が1998円でした。ミニオリーバーシリーズからの新商品、このバルサミコスバージョン、ミニオリーバーが登場した当初1回入荷があったんですが、それっきり見てない商品です。6、7年前ぐらいに販売されてたと思います。私も一度購入したんですが、その頃バルサミコスがあんまり好きじゃなかったので私の口には合わなかったです。今はもしかしたら美味しく感じるかも。あとはやみつきスパイス、ガーリック風味、唐辛子風味、 300g 入り、お値段が878円でした。焼く前に揉み込むスパイスです。原材料見てみるとスパイス系いろいろ入ってるんですが、どちらともシナモンが入ってます。なのでちょっと好き嫌い分かれそう。ただどちらとも私の好きなクミンも入ってるので、どんな味なのか気になります。あとはキンダーズオーガニックレモンペッパーシーズニング、 335g 入り、お値段が1198円でした。これもすごく美味しそうなスパイスです。量はいつも販売されてるスパイスの量よりかは少なく感じましたが、これでもやっぱり調味料系は買いにくいですね。あとはプレミアプロテイン、プロテインドリンクチョコレート、 325ml 12本入り、お値段が3780円でした。こちらの商品は 30g のタンパク質が取れるという高タンパク質ドリンクです。オイコスのお高いプロテインドリンクは1本で 18g、 お値段気にせず高タンパクドリンクを飲みたい方にはいいかもしれないです。あとはオメガ3クリルオイル 300mg 100粒入り、お値段が2848円でした。粒が小さく飲みやすくなってるみたいです。コストコで販売されてる海外のサプリメントって結構粒が大きいものが多いので、飲みにくいという方はこの商品いいかもしれないです。パッケージがなんだか高級感があるのですごく効きそう。あとはオーカムジャーポテトスナックミックスボックス 75g 8袋入り、お値段が1388円でした。味はハニーバターとトマトケチャップ味みたいです。韓国のお菓子って美味しいもの多いのでこれも気になります。あとはマウンテンとレイルミックスナッツ 680g 入り、お値段が1368円でした。中には珍しくナッツだけではなく M&M っぽいカラフルなチョコがたっぷり入ってます。ナッツだけ食べたいという方にはちょっと向かない商品ではあるんですが、チョコも一緒に取りたいという方にはこの商品いいかもしれないです。個人的にはナッツだけの方が好みです。今回買ってきた合計点数13点、合計金額14019円でした。それでは早速紹介していきましょう。まずはじめにベルトバッグ、お値段が通常1998円のところ510円引きしてて1488円でした。小物しか入らないぐらいな大きさなんですが、ちょっとした時に使いたいなと思い、今回割引だったので購入してみました。ユニセックスで男女とも使えます。続いてボダムトラベルマグステンレス真空ボトル 600ml 2本入り、お値段が通常2998円のところ1000円引きしてて1998円でした。1本あたり999円です。このボダムさんのボトルすごく前から気になってました。口の部分が蓋ではないので逆さまにはできないんですが、締まりもいいと聞いたので狙ってた商品です。ちょこちょこ割引はあったんですが、今回は1000円引きとすごく大特価価格になってて、買われてる方も多く在庫残りわずかになってました。こんだけ安いと即買いです。今回はいつも買ってるリピート商品だったりはこんな感じで購入してきました。岩下の新生姜998円でもお安いと思うんですけど、割引やってました。あとおたふくソースアソートは購入したことがないんですが、7の末尾ですごくお安く感じたので購入してきました。
焼きそばソースが2本、たこ焼きソースが1本ついてます。タコがお安い時にたこ焼きパーティーしたいなと思ってたので、その時に使いたいなと思ってます。たこ焼きの粉は銀だこのたこ焼きの粉を買いたいなと思ってます。タコの割引がある時に購入したいです。続いて RB フーズグリーンスムージー1リットル2本入り、お値段が1398円でした。1本あたり699円です。こちらの商品冷蔵コーナーに販売されてて、牛乳パックのように入ってます。視聴者様にこの商品出てますよと教えていただき、見つけることができました。ウォークイン冷蔵庫ではないところに陳列されてて、見落としちゃいそうでしたが、無事に購入できてよかったです。続いてキーライムパイ、お値段が1898円でした。こちらの商品先週購入しようかなと思ってたんですが、全然販売されてなく、今回行ったら出会えてよかったです。視聴者様からのコメントでは、すっきりとした味わいで好きでしたというコメントもあったので、すごく期待してます。食べるの楽しみ。続いてミートラバーピザ、お値段が2150円でした。ピザシリーズからの新商品、久しぶりですね。今回はペパロニ系のピザ、いつも販売されてるピザシリーズよりお値段お高めです。ペパロニがやっぱり高いんですかね。続いてコストコショッピングバッグカナダバージョン、お値段が268円でした。こちらの商品柄がとってもよく、色合いも好みなので2つ購入してきました。前回販売されてたハワイもすごく可愛らしかったんですが、これもいいデザインです。最近はいろいろな地域のショッピングバッグが店頭で買えるので、これは本当に嬉しいです。昔に戻ったみたい。前とは違って1枚ずつから買えるのすごくいいですね。気に入った柄があったらぜひチェックしてみてください。今回買ってきたものは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。今週お目当てだったキーライムパイ買えてよかったです。アモングアスのぬいぐるみはちょっとゲットできなかったんですが、入荷されてる店舗さんありますかね。そしてボダムさんのステンレスマグも購入できてよかったです。1000円引き、これは破格ですね。8月18日までやってるみたいなんですが、ぜひ行った方はチェックしてみてください。ただその前に在庫が終わっちゃいそう。ぜひ気になるものあったら挑戦してみてください。また次の動画もお楽しみに。